勝ったら10万貸そうと思ったけど、やっぱ弱かったね。ちょっと YouTube で早食い対決してました。早食い対決。いやー食いすぎて動けない。どうしよう。また早食い行った。YouTube 切る約束じゃないの？また嘘ついてるあいつ。本当嘘つきだよね。散々人のさ YouTube さ盛り上げて協力してね。本当に順番守らないよね。約束も。あ、金太郎さんあります。そこから、はい、あ、新やっちょから来てくれるの、わざわざありがとうね。やっちょからありがとうございます。あの YouTube よりも配信はふわっちのが面白いんで、ふわっち来てください。向こうはねラグがあるんで、こっちはねコメントも読むんで無視しないんでね。はい、よかったら。僕は迷惑な配信じゃなくてリスナーさんとのつながりを大事にしてます。ナイスポーチ、ありがとう。入んの？いたでしょ。で、新ヤットにスパチャ投げてない人は僕に投げてください。何系が食べたい。じゃあごめんね、また来て、うん、デート行こうか、ね。うん、とりあえず財布あるよ。あるわー、ブッブちゃんありがとう。ありがとうね、5000円。とりあえずエミ太郎ちゃんに久しぶりに挨拶行くか、近くいるなら。エミ太郎ちゃん、ちらっと様子見に行くか。あ、ありがとうございます。グレートナイス来た。あ、170人、ありがとうございます。ナイスってあの右下の拍手のマークね、これ無料なんでね。もう無料がね少しお金になるんですよ。こっち行こう。ルイジさんといるよ。ルイジさんといる、うん、じゃあルイジさんに売名に行こうかな。売名にね、うん、どうして大物から。いや、なんか最近ルイジの方が大手らしいんで。で俺はもともと上にいて、もうどっちかっていうと落ちてく人で、ルイージは今こう来てるから、そんなね今勢いある人に挨拶行った方がいい。
ね、あぐらかいててもダメなんですよ、あぐらかいてもね。まあエミタルよりいい女だし、エミタロに負けてないしね、エミタロは負けてません。女は見た目でもなければ年齢でもない。そうだろう。ゆっこはいい女だよ。俺とやっちが YouTube やっててもね、けなげに後ろからついてきて何も言わずに前に出ずに一歩下がってね、男を立てる、それがいい女だよ。女だったら男立てろよ。最近の女できないだろ、昔の女はできるぞ。出しゃばらずにね、立てて。今時の女は前に出るばっかり、出しゃばって配信してね、金稼ごうと、そんなばっかりだよ。古き良き女だよね。ファッションチェック、あーすごーい、あーいいね。体のラインがわからない服装ね、いい格好だよ、新八丁は。配送して情けねえやつだ、あいつは。いなくない？おい、聞いたない。ん？いなくないか？また TikTok やってるよ。いるよ。どこ？なんか黒い帽子かぶって座ってるエミタロちゃん。ほら。どこにいるかわからん。こっちか？壁？歌披露はんとこ、ちょっとね、会ってみたいでしょ。会ってみたい。行っておいで。え、うん、話しかけておいで。俺は帰ろうかなそろそろね、どうみんな、ちょっと困ってるんだけど、いつ解散するの、そろそろ。俺は別にね、あんなちびとやりまんなんてね、興味ないし。ルイジは天狗なの。すごい。お久しぶりです。ノリノリ。久しぶりです。映っていいですか？あ、一人じゃないんだ。何がね。一人だと思ってきたら。一人だったんですけど。邪魔者がいるからいいや。うん。一人だと思ってきたら。
トイだと思って来たら。今からご飯行くの？あ、蒙古タンメン食おうかと。あ、蒙古タンメンね。ああね、いいじゃん。何するんですか？うん？何？デート中だけど。デート中です。これからじゃあゼロワンさんの家に行くんですか？うん？ゼロワンさんの家。俺お酒飲んじゃったから。あ、飲んじゃったから。うん、アッパーホテル、ラブホテル。こんばんは。お邪魔してます。可愛くない？可愛いよ。可愛くない？え？可愛くない？え？え？笑顔がね。で、二人は付き合ったんですね。ね、お付き合いね。ね。いや、ちょっと邪魔そうだしね。うん。邪魔しちゃった。うん。じゃ、邪魔そうだし。蒙古タンメン行くの？まだ凸町中？いっぱい来たの？凸。万事会の副総長来ましたね。万事会の副総長来たんだ。AV 男優の元。嘘。はい。ゆこちゃん、うん、ルジたちと一緒にいたいんじゃない？え、そんなことないよ。そんなことない？うん、遠慮しなくていいよ。うん、ね、なかなか絡めないよ。まあそうだけど。いいの？うん、大丈夫、うん？行かなくていい？うん。うん、じゃ寝ようと思ってたんだよ。寝ようと思ってたの？いや違います。いきなり始まっちゃうから会いたくてしょうがないんですよ、大手に。だ、誰が？ゼロワンさんとか深夜っちょとかゆっこさんがいるってなったら、そういうのないでしょ。止まらなくなっちゃうんですよ。じゃあ行こっかい、見たら展開になる。俺と行くか、変えるか、ちょっとゆっことな。どう、トレードは？怒るって感じ。うん、怒る？ダメなの？変わってたんで。ルイジ、あの前チューしたことあるけど聞いた？聞きました。あ、聞いたんだ。ベロチューしたの？ベロチューはしてない。 トレードだね。1時間ぐらい。あ、なし、無理か。じゃあこれ貸してくれるんだったらいいよ。これ俺に貸してくれるんだったらこうするよ。1時間トレードしていいよ。閲覧多い方がいいもんね。こっちね、それならいいよね。そっちの仮想閲覧でやればいいじゃん。1000人ぐらいの。いい香りがする。うん。身長変わらないじゃん。変わるだろう。どう見ても変わる。どう見ても俺のが身長。何センチ身長？157。ちっちゃくないでしょ。すごいね。頑張ってるね。すごいよ。もう大手仲間入りじゃん。1000人安定ね。バカにしてんじゃん。いやバカにしてない、すごいと思うもん。普通にすごいよ。めっちゃ頑張ってる、ね、こういうねビジョンもいいことがあるんだよ。配信頑張って、誰にでもだからバズりじゃねえか。アバズりじゃないよね。アバズりじゃない。うん、今日もねうずうずしてるんだもん。行きたい行きたいって。なんで来たの？たまたま？うずうずしちゃって、やっちょさんに会いたい、ゼロワンさんに会いたい。やっちょさんにか。ゆっこさんに会いたい。あ、政治ファンなの？政治ファンです。やばいでしょ？政治ファンなの？こいつやばいでしょ？大手全員手出してで、養分さんにはアイテム投げて、うん、やばいでしょ？嘘。Z 界か。じゃあちょっとね、怖いしね、Z 界は。うん。じゃあね。うん、じゃあまたね。うん、ゆこちゃん大丈夫？うん、何が？えみたろちゃんと女子会しなくてもいい？大丈夫？なんで？うん、うん、大丈夫か。じゃあ蒙古タンメン行くか、みんなで。な、本当ですか？うん、激辛、一番辛いの食えるの？散々今食べてたんだよ、蒙古タンメン。でも配信できないんじゃないの？ミミリにアイテム譲ってよ。枠切ってよ。枠？うん。